北国新聞ニュースをお伝えします。石川県は今日道路除雪対策会議を開き、地震などに見舞われた被災地の除雪に万全を期すことを確認しました。道路除雪対策会議は、冬場の道路を安全でスムーズに走れるようにするため関係機関を集めて開かれ、県庁の西駐車場には除雪車や凍結防止剤散布車など6台が展示されました。今年度の除雪計画によりますと、地震や豪雨で通行止めの区間がある一方、消雪や融雪の装置が使えず除雪が必要な区間があるため、除雪対象は 2186.2 キロと去年とほぼ変わりません。この冬に対応を強化するのは、地震や豪雨からの復旧が完全でない被災地での除雪で、一車線分しか通れない箇所でも使える小型除雪車を新たに配備します。また安全に作業ができるよう、深い道路の段差や起伏に近づくと除雪車のドライバーに対して音や画面で知らせるシステムが能登地域に22基導入されます。ニュース解説のコーナーです。スタジオには北国新聞社会部の清水部長にお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。北海道産のオオズワイガニが石川を代表する味覚の香箱ガニと偽って出荷され、県内のスーパーで販売されていることが分かりました。このオオズワイガニはいつ頃から出回るようになったんでしょうか。はい、県漁協によりますと、去年から県内のスーパーで北海道産香箱ガニ、あるいは北海道産カタカナで香箱ガニなどの表示が見られるようになりまして、今年に入ってから急増したということです。そうですか。香箱ガニとオオズワイガニの違いはどこにあるんでしょうか。はい、オオズワイガニというのはズワイガニと、品種こそ異なるんですが、見た目が似ておりまして、素人が見分けるのは難しいということです。県内のこの卸売市場に入荷した時点、あるいは小売業者が仕入れた時点などで、すでに香箱と表示をされていまして、で、そのまま店頭で売られたり、飲食店で提供されたりしています。店頭価格は香箱ガニが1匹800円から1000円なのに対して、オオズワイガニは1匹およそ300円と安いんですけども、カニ味噌あるいは打ち粉の量というのが少なくて、味も劣るということです。どうしてこのようなことが起きるようになったんですか。ブランド化の進んだいわゆる香箱人気に便乗したのではないかなと見られています。香箱ガニは、石川県産ズワイのメスで、料金が11月6日から12月29日まで、と定められています。でまた未熟な香箱ガニというのは網にかかっても要は放流してまして、で去年からはいわゆる漁期前にのその禁漁区を拡大するなどして、資源の管理というのをこう徹底しています。で一昨年からはですね、最上級ブランドの輝き姫というのも設けられていて、その知名度というのは広まりつつあります。はい、ただ偽物が出回るとその評価に影響が出ますよね。はい、本当おっしゃる通りで、いわゆる格安で品質の劣る偽物というのが出回りますと、これ全体の価格下落につながる恐れがありますので、県漁協はその市場の関係者に注意を呼びかけてますし、水産庁もですね、事態を重く見て、食品表示法違反の可能性があるということで、石川県の方に指導徹底を要請しました。まもなくカニ漁も始まりますが、能登半島地震で被災した輪島港などでは、この漁を機に再建を目指していると、
それだけに関係者への指導を徹底してほしいですね。はい、県漁港の橋本理事はですね、甲賀黄河には石川にとって最も大切な水産資源の一つだと、粘り強く周知をしていきたいというふうに話してまして、県漁協としてもですね、市場関係者あるいは卸業者スーパーなどにこう説明をして回って、注意を呼びかけることにしています。はい、ここまでニュース解説、北国新聞社会部の清水部長とともにお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。今年の金沢マラソンは復興支援を掲げていますが、今月14日までのオンライン大会による義援金がおよそ346万円になりました。金沢マラソンのオンライン大会は先月13日から今月14日まで開かれ、参加ランナーは GPS 機能がついたアプリを使い、好きな時間やコースで走りました。今年は被災地支援に充てるため、参加者が走った距離に応じて1キロあたり10円を大会組織委員会が寄付する仕組みを採用し、2673人の参加者全員の走りによる義援金の額は346万3210円になりました。組織委員会のまとめによりますと、最も多いランナーが1089キロ余りを走ったほか、700キロ以上は7人、500キロ以上も22人いました。金沢マラソン組織委員会の担当者は、想定を上回る走行距離で、能登に何かしたいというランナーの熱い思いを感じたと話しています。被災地支援の義援金は本大会の申し込み時に集まった募金も含めると830万円以上になる見込みです。輪島市の坂口茂市長がボランティア団体を対象に豪雨被害の復旧に使う重機などの燃料費を補助する考えを示しました。奥能登豪雨の被災地では、ボランティア団体が住宅の敷地内にたまった土砂をトラックなどで運び出したり、住宅までの道路が土砂や倒木で塞がっている場合は重機を使って取り除いたりしています。こうしたトラックや重機の燃料費は原則的に団体側が負担していますが、輪島市の坂口茂市長は昨日市役所で記者団の取材に対し、燃料費の全額を補助する考えを明らかにしました。輪島市はボランティア団体の窓口になっている社会福祉協議会と連携して、対象になる団体を選び、期間限定で燃料費を補助します。坂口市長は、ボランティアは足りておらず、どんどん輪島市に入ってほしいと呼びかけています。震災などの影響で、能登地域のスポーツ行事が相次いで中止になる中、県体幹軽装大会七尾中島大会の開催が決まりました。能登では、地震で壊れたままの道路が多く、すでにトライアスロン鈴大会や宝ロマンマラソンの本大会が中止になったほか、来年3月の能登わくら万葉の里マラソンも2年連続の中止が決まっています。県体幹軽装大会七尾中島大会についても一時中止が検討されましたが、七尾市陸上競技協会などが、こんな時こそ能登を盛り上げたいと実施を決めました。12月8日に開かれる大会では、初めて県外からの参加を呼びかけ、全国のランナーに能登復興の願いを込めてたすきをつないでもらう考えです。4人1組の参加チームは、中島体育館を発着点にした1周 3.8 キロの周回コースでタイムを競います。今年の大会には、公務員ランナーとして活躍したプロランナーの川内優輝さんが
11部門の全コース合わせておよそ31キロを走る予定で、被災者の記憶に残る楽しい交流ができれば嬉しいと話しています。生け花などに人気のあるサンゴミズキの出荷が宝達清水町で始まっています。 JA 白井によりますと、サンゴミズキの栽培は1970年に宝達清水町の押清水地区でスタートし、今では町の特産品になっています。生産者は現在15人ほどで、従来商品にならなかったサンゴミズキの短い枝や二股の枝もフラワーアレンジメント用に需要が高まっています。今出荷されているのはサンゴミズキの中手品種白衣レッドで、12月下旬をピークにおよそ10万本が県内や関西へ出荷される予定です。サンゴミズキは生け花の材料として人気が高く、生産者の一人木村良介さんは、地元の人にも町が産地であることを知ってほしいと話していました。北国新聞社は地震と豪雨を対象にした能登半島復興義援金を受け付けています。この復興義援金は地震と水害に分けて石川県に届けます。ご協力には4つの方法があり、現金書き留めの場合は能登半島復興義援金と書いた上で北国新聞社総務部宛に送金してください。義援金専用の口座に振り込む場合は、事前に受付窓口に連絡をお願いします。また直接義援金を持参される場合は北国新聞社1階で受け付けます。これら3つの方法の場合、地震か水害かを指定するようにしてください。指定がない場合や匿名、それにデジタル決済の場合は原則的に地震の義援金として扱います。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。金沢ケーブルのお客様専用ページに新規登録し、クイズに答えるとクオカードペイ500円分プレゼント。お客様専用ページではスマホやパソコンで毎月の請求内容などが確認できます。さてクイズは、金沢ケーブルのスマートフォンサービスの名称は何でしょうか。請求金額の確認もできる便利なお客様専用ページに登録し、クイズに答えてプレゼントをもらっちゃおう。ご登録はこちらから。金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上で、データ通信の容量を分け合うことができます。例えば夫婦2人で4ギガの容量を利用する場合、動画をよく見る妻は3ギガ、ネットで調べ物をする夫は1ギガというように自由に分け合うことができます。一緒に使うことで無駄がなくなり、節約につながります。容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると、金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され、毎月1100円割引となります。お申し込み、お問い合わせは金沢ケーブル 0120-751-114 番までどうぞ。ネットとスマホのセットでもっとお得にしたい、そんな声に金沢ケーブルが応えます。金沢ケーブルはインターネットケーブル光と金沢スマホの双方を新たに契約すれば、ネット料金が月額1100円ずっと安くなるセット割を行っています。例えばケーブル光2ギガで金沢スマホをセットで契約した場合、月額料金は4380円から
3280円となります。さらに北陸電力の電気料金を一緒に払う電気&ケーブルまとめ割を利用すればさらに330円安くなり2950円となります。金沢ケーブルのサービスのお申し込み、お問い合わせについては0120-751-114までどうぞ。